監視所よりお知らせいたします。本日は台風の影響により非常に強い波と沖への危険な流れが発生しております。本日はただいま遊泳禁止となっております。浜中央の黄色いパトロールタワーの左右の旗と旗との間でくるぶし程度で水を浴びる程度となっておりますので、遊泳者の方それ以上沖へは出ないようにお願いいたします。また本日流れに乗ってしまうため浮き具や浮き輪、足切れのないボディーボードなどは使用禁止とさせてもらいます。また初心者のサーファーなどは海を伝えるようお願いいたします。本日は遊泳禁止となっております。また小さなお子様連れの保護者の方、波打ち際に子供と行く際は手をつないで海に浸かるようお願いいたします。大きな波が入り転がってしまい流されてしまいますので、保護者の方事故防止のためよろしくお願いいたします。監視所よりお知らせいたします。遊泳者の方はくるぶし程度の位置で海に入るようお願いいたします。くるぶし以上のところで水浴び程度と本日なっております。沖へは絶対に出ないようお願いします。